んこんにちは。セクシービームで桃色に染めちゃうぞ。 DMM パッチターン専属タレントペコリンこと水木美穂です。さあ今日は100声メンバーの収録ということで、兵庫県にありますミクちゃんガイアアリーナ店様にやってきました。100声メンバーっていうのは己の最大限のパフォーマンスを発揮するっていう番組になってるんですよ。詳細また出てると思うんですけど、まあ、何か一つアピールできるものがあったらいいよっていうゆるい感じの番組になってます。でですね、今日は抽選番号なんと5番を引きまして、ちょ何でも打てるような感じなんですけど、前回お邪魔させていただいたことが1回だけあって、その時に結構朝一から埋まってたのがゴッドシリーズとか、あと絆とか番長、あとは、北斗転生とかも朝一埋まってたんですよね。だからどうなんだろう、今日どうしようかなって感じなんですけど、このメイン通路にあるのがゴッド系とか番長なんで、そっち行った方が勝てるんじゃないかなっていう気はするんですけど、今日はね、私あれですよ、ユーモダンス、ミポモダンスということで、もう分かりますよね。ヘイ鏡を打ちたいと思ってます。だから5番やから絶対使われると思うんで、ヘイ鏡でいっぱい出したいと思います。もしダメだったら、まあいろいろ立ち回って、スロットダメやったらもうパチンコもちょっと考えてます。いろいろ見せ場を作れたらなと思いますので、ペンギンで頑張ります。お願いします。おはようございます。どこやったかな、どこやったっけ、鏡の肩台を座りたいと思ってるんだけど、5番なんでさすがに空いてますね。肩台ゲット。全然水がちょっと出てるけど、まあでも肩台行きましょう。頑張ります。じゃあ鏡取れたので打っていきたいと思います。ちょっと前々日ちょっと出てましたけど、さあ今日はね、鏡を打ちたくてちょっと勉強してきたんですよね。だから本当はねゴッドとか行った方が良かったのかもしれないですけど、鏡を打つために今日来たので、ちょっとこの一台にかけて頑張っていきたいと思います。スタート。基本的なゲームフローとスペックは、順序の前の AT キーですね。もう皆さんご存知だと思うんですけど、もう結構経ってるんで、初当たりに結構設定差があるんですよね。あ、いきなりチャンス上を引いちゃった。そう、初当たりに設定差があって、設定1で330.5分の1で、設定6で 189.7分の1 なんですよ。だから1と6では結構の数当たりの差があります。で、設定変更されてて、高設定だった場合は朝一モードがね、天国スタートとかチャンスモードスタートになりやすいんですよ。だから結構100ゲーム以内に当たってくれた方が嬉しい。でもチャンス目を引いたのでちょっと分からなくなっちゃいましたね。今ちょっとこれで対決いきました。大相撲ですよ。まあでも態度にいいか。あれ、お隣さんがいきなりね、ウォート君入ってるよ。何も引いてなかったらリセット、あれ高設定、期待度が高まる。周りも見ながらやっていきましょう。負けた、やっぱり負けた。
どうなんだろうな。あ、ジャックってなってる。ジャックはあの前兆の示唆をここのルーレットでしてるんですけど、ジャックが弱の弱予告で、クイーンが中くらい、その上がキングで、でカモンが当たりなんですけど、前兆の示唆をしてくれてるルーレットになってます。ジャックだから弱予告。今日なんでペンギンのコスチューム着てるのってね聞かれるんですけど、特にね意味はないんですよでもね前ね百戦錬磨の収録で白クマこそ着たことがあって、その時ね結構視聴率がちょっと上がってなんかこう着ぐるみ系の方が人気あるんかなと思って、今回はあのペンギンにしました。それ以外はあんまり理由はないかな。お、弁当ですね。早く当たらないかな。なんか普段私めっちゃ引き強いって自分で思うんですけど、なんか収録でねあんまり活かせないんですよね、残念な感じなんですけど、たまにでも収録でもフリーズ引いたりとかする時もあるけど、なかなかね。しかも今回の黑鏡のフリーズって19万分の1とかでしょ。ここで引けたらめっちゃいい動画になるのにな。フリーズ引きたい。でもフリーズ引いたら絶頂対決も見れるし、80パーループとかもね、対決が80パーループやからめっちゃ美味しいですよね。ダメだ、もう450ハマってますよ。今日チャンス目、京チェ、あ、そうそう、京チェって言ってるつもりやった京チェ、京チェ、京チェ聞きました。447ヘイ、教授で対決に行きました。あ、またバドミントンか、ノリオ。あ、対決行った。特訓、特訓、特訓。お。チャンス目、さあどうだ。いいところでメダルが、おお当たるやん、当たるやつ、やったー、483ゲームついに当たりました。やったー、投資はねちょうど1万円ですね。勝利、ジェットボーナスが当たりました。お、やった、この青7にね昇格していくんですけど、この子役を引くことによって
1、2、結構真ん中よりこっち側に来てますね。もしかしたら青7いけるんじゃないかな。チャンスですよ。これは早く引きましょう。この抽選中にね、頑張るぞ。一発目から青7を引きたい。お、いけ。おお、1個。あー早い。あー赤かな。どうやろう、赤やな。でジェットボーナス入りました。485ゲーム。青7だったら万竜もステージ以上になるんですけどね。ここはジェットボーナスで1セット20ゲーム純増約5枚のジェットボーナスなんですけど、ドライブゾーンの昇格抽選を行っています。バス、万竜門、金剛園、合流格っていう風に上がっていくんですけど、もうみんな知ってますよね。でキャラがねどんどんここにね同行してくるんですけど、もうできればね万竜門以上がいいですね。あ、まあこれはねまだまだ無理。あ、子役で昇格抽選してるんで、あ、ベリーベリーでちょっと万竜門に近づきましたけど出てこない。バス嫌だ。あ、もうダメだ。ラスト0ゲームだったの。しかもこの顔はダメなやつですね。バス行きそう。ほら一番寒いやつです。まあでもこっからでもケンシロウチャンスをゲットできる時もあるんですけど、せっかくねジェットボーナス引けたのに、もう2ゲームだし無理っぽい。ダメだ、やっぱりダメだ、最悪そして奇数示唆の終了画面で終わりです。増えないですねバスだったら。よし、あー疲れた473ゲームで当たりました。あー投資は17,000円。やっとや、やっと2回目の当たりが。え、早っ。絶対赤7やん。赤7ジェットボーナス475ゲーム。またバスちゃん、お願い。あー、またまたこんな汗かいてる。バス、いやー、もういやー助けてなぜこうなるんだ。あー甘い奇数設定したですね。バカ野郎、なんか喋れよ。あれ喋らないんですか。この後どっちやったっけ。あれ、あ、そうや、バスやったらダメなんだ多分もう、あー鏡満席やし終わった。おー
とこれダメ、次ダメやったら移動しようとか思ってたのに、鏡が打ちたかったのにな。え、さっきそうなかった、鏡がもう当たっている、ケンシロウちゃん当たっている。おお、いやー最悪、ダメだ。え、これどうやろうな、どうしようかな。でもこっちよりはいいんかな。特訓の引き戻し、まあ1回あったらしくて、どうなんやろう、まあこっちよりはいいんかな。どうしようかな。なんか左の台が、左の台が通常ケンシロウチャンス入ってて、あと要素で言ったら引き戻しも1回はしてるらしいんですよね。だから私の台よりはいいのかな。でも500ぐらいハマってたんで、800かな、800ぐらいまだハマってたんで、まだちょっとどうなんやろって感じなんですけど、私の台よりはいいのかなということで、移動しようかなと思います。私も引きたいよ。いただき対決って平均で3回らしいんですけど、平均3勝。私ね、1回目入った時に初打ちで8勝したんですよ。8勝結構すごいでしょ。それなのにね、今日はケンシロウチャンスも入らないんですよね。なんてこった。でも大丈夫です、もうすぐ見せます。さあ、さきと何対決、めんこでしょどうせ。ほら、もうノー、チャンスだ。お、これはチャンスですね。対決に負けて子役じゃないのに好機と出ました。チャンスだぞ。そう、特訓だ。よし、やってやります。いけ、おお、10トンまでいった。いけるんじゃないか。10トンいったけど、おー、あー今日対決でどうなんだ。どうなんだ。よし、びっくりした。4回したでしょ。やったー、早かった。移動してから早かったね。投資が23000、現在は165ゲームですね。あー、当たったー。お、まだ対決してたんや。お見事、勝利だぜ。よっしゃー、完全処理。おー、どうしてよかった。うわー、早い。
まあ赤ですよね。ゲットボーナス168ゲームです。よっしゃー頑張ろう。お願い、バイビューもう一緒、うん、もう中に4ゲーム。やばいってやばいって、ちょっとお願いやからバス以外で。もうまたバス、なんなんバス好きやな。もう4ゲーム、残り4ゲーム。クイーン、あーダメ。これがね、でかくなったらいいんだけど。お？あれ？お、いけた！やったー！マジでいけた！やがったかたー。今日初のケイシロチャンスゲット。ありがとうございます。いや、嬉しいな、これは。あの、6.4 分の1引いた？よし、よし、ケイシロチャンスついに入りましたね。お、3つ目でちょっとね、この頂きメーターがちょっとだけ増えました。お、赤ホールドが来た、やばい。これはね、後継族の期待が高まります。赤色なんですよ。普通これ水色なんですよね。ホールドが、あと今に100枚ゲット。また子役割と引けますね。子役が弁当をメーター黄色になりましたよ。でメーターが増えるのは、あの、ハズレかレア子役からメーターが上がっていきます。おおお、ホールドが溶けちゃった。あんまりいかないんですよね。オーラー終わっちゃった。十ナビか。まあでもまだこの第三停止でまたあるかも。おー終わったー、イエイ、よかったー。これで今20ベルになりました。なんか引いたよー、ジャックチェリー。あー、またホールド。これ通常のホールドですね、青色なんで。あー終わりかな、どうやろう。あー踊ってて、あーこれ踊ってたらね続くんですけど、終わりか、さすがに。あー惜しいな。あーまだ分かんないですよ。いただき対決お願いします。あーあー2つありますけど、バンリューモンが1個しかないっていうのはありがたい。お願い。お、デカブーツもだ、来たー、あざーす。
ス、やったー、いただき対決ゲット。ちょっとご飯食べてきたから流れが変わったかも。イエイ。あのね、過去に8勝してるんで、それを超えたいと思います。平均は3勝です。よし、頑張るぞ。はい、よしよし、完全勝利。はい、誰が来るんだ。チャッピー、やばい、お願い、怪しいな。よしよしよし、やった、2個目完全勝利。 Thank you。 お、引いた、逆チェリー引いた。ジャックチェリーか、あ、これはいけそうですよ。よーし、ああ、じゃあこれは熱い。勝てるでしょう。あ、チェリー、嘘や、違うやろ、え、嘘や終わった、え2勝勝てると思ったのに、めっちゃ勝てると思った。平均以下やん、バカひどいショックですね。めっちゃ勝てると思ってた。お、熱い熱い。よし、イエイ。15ってことは18くらいやったんかな。チャンスモードやった可能性が。チャンスモードか A モードのどっちかだったかもしれないですね。さあ、ラスト3ゲームは、6.4 分の1だから、どのモードでも 6.4 分の1、ラスト3ゲーム。あー、やばい、当たってよー、怖ー、なんかめっちゃ怖い早い、もう嘘、嘘やん、いやん、奇数設定しさやし。あー、566枚でした。あー、ショックだ、箱を使えないままに終わってしまった。イエーイ、はい、完全勝利。見せ場のない私にお客さんが譲ってくださいました。台打ちをしてくださいということで、5回転で 7.4 分の1を引けばいいということなんで、頑張っていきたいと思います。さあ、頑張れるのか私、頑張ります。お客さんの台なんで、お願いします。赤、赤濃い、赤レインボー、レインボー、あー、やばやばい、あ、
きそう、いきそうこれいけるでしょ。どうなんどうなん、いけそうでしょこれ。私でもこんな緑ほとんどで赤1個とか引いたことないかも。いけそうな気がする。あ、願いします。パッシュ、イエーイ。やっぱりね、お客さんの代やったら弾けるというイエーイ、おめでとうございます。はい、みくちゃんガイアアリーナ店様での実践終了いたしました。先ほど結果を発表したいと思います。投資がね、3万円、回収が346万円のみということで、マイナス1150枚ぐらいですね、約1150枚、マイナスですもうこんな感じになっちゃってます。外も寒いし、天気もめっちゃ雨降ってきましたね見せ場を作れませんでした。残念です。でもお客様の代を代打ちしたりとかすると結構ね引き強いんですよ。今日もね最後にシンフォギアで各編をゲットして、ね、入れれたんですけれど もう私自分の代で勝てる気が最近しないですダメですでもちょっとセクシーさをアピールはできたかなと思ってるんですけど、どうなんでしょうか。また関東賞いただけるかな。カラスって言われてますけど、お客さんの台打ちは得意なんで、皆さんぜひね台打ちしてほしいっていうお客さんいらっしゃいましたら声かけてください。出せると思います。人の台だったら出せると思いますということで100周年は終了です。ありがとうございました。バイバーイ。